結論を言うと、やりがいと苦痛、あとは強みと弱み、この4つをちゃんと分析して言語化するってことをやろうと、はい、こんにちは、滑らない定職エージェントの末永です。今日はやりたいことがない人のキャリアの見つけ方について話していこうと思います、うん、はい、はい、よろしくお願いします。よいしょ。今って結構やりたいことを仕事にしようみたいなインフルエンサーとかって多いし、結構 CM とかでもそういうのやってるじゃないですか、うん、YouTube とかもそうだよね。あ、そう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 。一時流行った YouTube の CM とか、うん、やりたいことがないんだけどどんな軸で仕事を探せばいいのかわからないっていう声はちょっと多いので、はいはい、今回取り上げてます、うん、了解です。もちろんなんですけど、はい、転職とかキャリアプランを作るときって、うん、やりたいこととか好きなことで、うん、決めるべきだと思いますか？まあ、結論としては方針をちゃんと考えて言語化することは大事だけど、はい、やりたいことで仕事を選びするのは危険だと思うね。それとどういうことですか？多くの人っていうのは例えば服が好きだからアパレル業界にとか、うん、テレビ CM を見るの好きだから広告業界にとか、何をしたいか、まあ、つまりフォワットで仕事選び会社選びしちゃう人って結構多いんだよね。ある種消費者視点で仕事選びしちゃってるなっていうふうに思っていて、世の中にはその消費者と供給者っていうものに分かれると思っていて、いわゆる仕事選び、仕事をするってことは消費者ではなく供給者になるってことなんだよね。ごめんなさい、なんか分かりやすい例え話とかないですか？ちょっとまだ。ああ、なるほど。例えば、はい、まあ俺とかで言うならね、ちょっと変な話になっちゃうんだけど、はい、あの消費者としての俺はオムライスがめちゃめちゃ好きなんだよ。オムライスを作ってるシェフの方にはすごく感謝とリスペクトがあるけど、はい、じゃあ自分の価値観、俺自身が供給者になるということで仕事選びをするという観点ではオムライスを作りたいと一切思わないわけ。食べたいだけだと。食べたい。とにかく食べたい。多分一流のシェフの方とか、単純に俺の職業観とこういうオムライス作りにめちゃめちゃこだわりのある人とは全然仕事のキャリア感が違うから、まあそうですね、正直一緒に同僚として働いてもうまくいかないんじゃないかなと思ったりとか、まあそれって全然違うじゃん。まあ単純にそういうことなんだよね。極論ではあったけど、はい、さっき言ったように服が好きだからアパレル業界にとか、テレビ CM 広告見るの好きだから広告代理店にとかっていう、うん、だからこれを、まあ、何をするのかとか What っていうことで仕事選びしちゃうと、はい、まあ、消費者の視点だから、はい、いざ供給者に なれたとしても、まあ、ミスマッチしちゃうんだよね。なので俺はよく何を What で選ぶんじゃなくて How、 どのようにで仕事選びをしましょうっていうのを提案してる。パッとがいわゆる好きなこととか、うん、まあ人で言う趣味みたいなものですかね、うん、イメージとしては。まあそうだね、消費者視点で、うん、まあ商品とか、はい、テーマとか、はい、スポーツが好きだから、はいはい、教育がとか、はい、これふわっと何をするか。なるほど。じゃあ、うん、ハウって何ですか？まあどのようにっていうことなので、供給者として業務のプロセスみたいなものがあると思う。例えば、まあ、オムライスの話しちゃうけど、オムライスでいいですよ。まあ例えるならオムライス作るとしたら、はい、まず下ごしらえとして、はい、チキンライスを作るよね、はい、そのためにご飯炊いて、はい、あの油乗せて、はい、と野菜切っといてそれを入れて炒めてみたいなんで、はい、その卵溶いてとか、こう工程やプロセスがあるじゃん。この業務のフローがどのようにっていう How っていうことだね。あ、うん、なるほど。業務の工程や進め方にやりがいを感じられるかとか、うん、逆に苦痛だなっていうところは避けた方が良かったりするし、うん、まあ、あと自分の強みに活かせるかみたいなことをマッチングしていきましょうと。なるほど。そしたらそのハウで探せっていうのは、うん、視聴者の方に分かりやすくアパレルで例えるんですけど、お客さんに服を提案して実際にありがとうって言ってもらったりとか、喜んでる姿を見ていたらその人にとってやりがいじゃないですか、うん、とかコミュニケーション力も高い人じゃないと、うん、結構服のご提案ってできないと思うので、うん、そういった意味でその人が活かせるハウっていうのはコミュニケーション力だったりするわけじゃないですか、うんうん、そういう業務上の中でのやりがいとか強みみたいなのを、うん、末永さんはハウって言ってるんですか？まあ、必ずしも強みとかそういうものをが How と呼んでるというよりは、実際の業務の流れ自体を How と呼んでいて、自分の適性とか強みとか思考を紐付けた方がミスマッチがないよっていうことですかね。仕事っていうのは結局その成果を出さなきゃいけない、その成果に対してお給料をもらうっていう活動じゃん。しかも未経験で初めてその仕事を始めると、その業務フローって結構慣れてないからうまくいかなかったりとか、全体感が分かってなくて結構しんどかったりとか、でもだんだんうまくできるようになって活躍してくると、まあ評価もされて自分で仕事もコントロールしてる感じ
じが得られて給料も上がってきてとか、まあ、それなりに業界では名のつく人間になってきてとか、例えばね、そうやって後付けでやりがいってだんだん増えてくるんだけど、それをその仕事で興味あることを仕事にしたら消費者の視点でやりがいあるんだとかって思い込んじゃう人が多いけど、実際はそうじゃないよねってことを言いたいって感じかな。一つ質問いいですか？もちろん。ハウ、まあ、さっき言ってた具体的な仕事とか業務の流れっていうものが分かったとして、はいはいはい、結局どうやってそのハウを使って仕事を選んでいけばいいんですか？業務フローを分かって、あ、こういう仕事なんだなとか言いながら、その仕事に就けたとしても、定着できなかったら意味ないし、やりがい全然感じない、しんどいみたいなとか、はい、あとは、結局成果出せない、つまり活躍できなかったら、継続していけないと思うんだよね。100歩譲って継続はできるかもしれないけど、なかなか厳しいかなと。定着と活躍をするために、自己分析をするってことが大事になる。自己分析っていうのは、うん、具体的にはどういう部分を見ていけば合うっていうのは使うんですか？自己分析ってなんか自分探しっぽい言葉に置き換えたりとか、なんかいろいろ拡大解釈する人多いんだけど、はい、ここで言うのはあくまで自分と合ったハウのある仕事を見つけるための自己分析、もっと言うと定着活躍可能性の高いハウがある仕事を探す自己分析っていう定義で考えるというよね。あくまで仕事探しのための自己分析、うん、そうそう、自分探しの旅じゃないよって。なるほど。まあ、とっくんは結構自分探しの旅にね、出かけがちかもしれない。いやいやいや、僕も何をしてるんですか。まあ、適当に言ったけど。具体的に、うん、ハウを見つけるための自己分析っていうのは、うん、どうやっていけばいいんですか？結論を言うと、やりがいと苦痛、あとは強みと弱み、この4つをちゃんと、はい、分析して言語化するってことをやろうと。やりがいと苦痛、うん、まあ、その強みと弱みっていうのは分かりやすいんですけど、はいはいはい、やりがいと苦痛っていうのは特にどういうことですか？定着するためにはハウの業務フローそのものが一定やりがいを感じる瞬間が多い方がいいよね。逆にそのフロー全部クツ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 みたいな感じだったら多分定着できないよね。なのでこの定着を念頭にした上で自分の過去、まあ、何にやりがいを感じてどこに苦痛を感じたのかっていうことを過去分析していくことで傾向分析をして、自分はこういう瞬間にやりがいを感じがちだ、ないしはこういう瞬間はめちゃめちゃ苦痛に感じるなっていうのをちゃんと言語化して整理しましょうってこと。そう、例えばアパレルの人とかだったら、うん、お客さんと話すのはすごい楽しいしやりがいだけど、うん、例えば店長とかにめっちゃ言われて、うん、数字を追わされて、うん、お客さんに押し売りになっちゃうみたいなのが苦痛だったら、うん、まあ、その環境とかそもそも押し売りしない営業みたいなところを探していけばいいみたいな話ですか？うんうん、平たく言うとそういうことかな。そしたら逆に強みと弱みっていうのはどうやって把握していけばいいんですか？これもさっき言った定着活躍で言うと今度は活躍の方の話で、これに相関性の高いその自分の強みは何かっていう話だったりとか、はい、まあ、逆に活躍できないような弱みって何かっていうのをちゃんと具体化しようっていう話で、はい、まあ、これも同じく過去の業務をやってる中で、はい、こういう瞬間にめちゃめちゃ他の人、同僚や同期と比べてうまくできたなとか早くできたなとか苦もなくできたなみたいなことを探していったりとか、まあ一つじゃないと思うからいくつか調べていって、その中で傾向値をグルーピング化して傾向分析するようなイメージかな。で、弱みも同じような感じで、他の人はスイスイできてるのに自分はどうしてもこれうまくできないんだよなみたいな弱みというか苦手なところを、まあ、ちゃんといくつかのエピソードの中で可視化してそれをグルーピング化して傾向分析をしていくと、まあ、こういうことをやりましょうっていうことで、強みを発揮できるような業務フローとか、うん、瞬間が多いようなハウを選んだ方が活躍しやすいよねってことでね。さっきのアパレルの人の話だと、うん、やっぱりコミュニケーション力が強みみたいな感じになって、うんうん、社内の PC システムを使うのめっちゃ苦手とか、うん、コンピュータ前超苦手ってなったら、うんうんうん、まあその細かいことだったりとかエンジニアみたいな仕事みたいなのはもしかしたら合わないかもしれないですね。うんうん、そういうことだね。ただ、うん、今基本的には合ってるんだけど、ちょっと俺からするとまだ荒いなっていう印象があって、さっきのやりがいと苦痛に関しても強みや弱みに関しても同じなんだけど、ちょっとザクッという風な捉え方をしちゃうとミスリードしちゃって、うんうんうん、例えばコミュニケーション力が強みっていうのもなんかふわっとしてるじゃん。まあまあそうですね、うん、友達と喋るのが好きっていうのも極論コミュニケーション力になりそうですからね。同世代の友達と喋るのは得意だけど、すごく年配の方と気難しい小難しい話をするのは苦手、
苦手っていうパターンもあるから、その解像度が荒いとまだ足りないなと思っていて、例えば理論整然とした組み立てて話しをするのは得意だなとか、そういうレベルに具体化しておく必要あるかなと。なるほど、まあ、確かに年上の人に気になれるためのなんか懐に入るコミュニケーションと、まあそういう経営戦略とかを実際に提案するためのロジカルなコミュニケーションって、同じコミュニケーション力が強いんでも全然なんか違ったりしますよね、あとよくあるのは、例えば営業としてチームで最終営業日に自分が提案した提案が通って逆転受注みたいになって、それでチームが達成してめちゃめちゃ嬉しかったんですよねみたいな、やりがい感じたんですよみたいなことを言う方っているんだけど、それをざくっとチームでなんか目標達成したことがやりがい感じるんですねとかはダメで、ちゃんとさらにこれを要素分解して、その中で自分にとって最上位なものないしはワーストのものを絞り込むって作業を入れないとまずい。ここまでして自己分析、そこまである意味階層分けしていかなくちゃ、本当の意味でのやりがいと苦痛とか強みとか弱みっていうのは見つからない。そうだね、例えば今のやりがいの話で言うならば、いくつか要素をあえて分解するとしたら、数字達成した達成感に対してやりがいを感じてたのか、お客さんにいい提案をできてお客さんがありがとうって言ってくれた、感謝されたことが刺さったのか、ないしはチームに貢献できたことが嬉しかったのか、ないしはお客さんに難しい自分なりの仮説を提案したのが刺さったことが良かったのか、これらがいくつかあった時にやりがいはあるんだけど、特に自分の中で何が重要だったのかっていうのを要素分解した後に絞り込むっていう作業が必要で、なるほど、ここまで具体化してないとふわっとした全体感のエピソードがやりがい感じたんですって終わらせちゃうと、ハウとマッチングすることが難しいよね。強みとかもそうなんだけれども、例えば多くの人って、いや自分全然成果出してこなかったんで前職で、強みないんですよとかっていう人がいるのね。で、これも同じく要素分解とかをしてないからそうなっちゃうんだなと思っていて、10人の部署で全員営業やってて、自分はビリから2番目でしたって話があったとするじゃん。そうすると自分なんかもう仕事できません、強みありませんって言いがち。だからそうじゃなくて、瞬間ベースで要素を見ていくというか、例えばその営業のプロセスが顧客リストをリストアップして、そこからテレアポをかけて、アポを取って商談、訪問して商談して、で提案書をいや見積もりを作成して、で最後その提案が通ったら受注するっていう、例えばプロセスがあるとするじゃん、営業としても。このプロセスの中で同僚と比べた時に、めちゃめちゃリストアップうまいことやってんなとか例えばもう電話のアポ取りめちゃ得意だなと、もっと言うとこのこういうお客さんからの電話のアポ取りめちゃめちゃうまいなとか、はい、社長からのアポ、そういうレベルの要素に分解して、そこの部分だけの強みを着目すればよくて、あー、なるほど。そう、全体で成果出してたかっていうことは、もしかしたら全く同じ業界職種で転職するなら、なかなかそれをアピールしても評価されない可能性はあるんだけど、異業界とか未経験で転職しようとしてるならば、あくまでこのプロセスのことが強みだっていうことを特定すれば、全然異業界の業務のハウと、ここがすごく横展開できて活かせるねってなればいいので、そしたら活躍性はアピールできるんでね。なるほど。営業が強みですとかではなくて、営業の特にこの人に対するアポ取りが得意なんですっていう、このぐらいのニッチさでいくと、めちゃめちゃベストっていう話なんです。で、それはなぜなのかっていうところの理由とか、背景まで整理できてるというね。そこまでの流動で、やりがい、苦痛、強み、弱み、それぞれ。紹介していく必要があるっていうことですね。そうやりたいことがない人は、まず一つはパートではなく、ハウを見ろと。そうだね。その上で、自分のやりがいと強みを生かせるハウを見つけろ、この二つに集約されるっていうことになってますか。まさにそうです。はい。いや、でも本当に、まあ自分も転職の支援の現場、本当に数千人以上面談はしてきているけれども、めちゃめちゃ多いので、で、本当に現場の中であるある、まあ皆さん、はい、当たり前だよって思いながら、まあ皆さんそこで失敗するっていうケースが多いから、まあぜひ、これを皆さん、ちょっと記憶に留めて転職活動するときは、ぜひ活かしてもらえたら嬉しいなというふうに思いますね。やりがいと苦痛、強みという網の深さが足りなくてミスマッチしちゃうっていう人はね、そうだね、そうそうですね。そこのちょっとしたニュアンスのとこだけど、結構意外と難しいので、まあもしそういう自分だけでは自己分析難しいっていう方は、うちのそのエージェントサービスだったりとか、まあマジキャリというキャリアコーチングサービスっていうのはまさにそういうご支援もしているところなんで、まあぜひちょっとご活用いただければ嬉しい。ちょっと宣伝みたいになっちゃいました。はい、すいません。今日ありがとうございました。こちらこそありがとうございます。
じゃあ最後にやりたいことが分からずにですね、仕事選びが難しいっていう方について、こういったお話をしてきたんですけれども、まあ、今後もですね、こういったキャリアですとか、まあ、転職のノウハウや考え方みたいなことを発信していきたいと思ってますので、ぜひこの動画が少しでもいいなと思っていただいた方は、チャンネル登録と高評価、あとは今後の動画の参考にもするんで、ぜひ気軽にコメント欄に質問ですとか相談とかを何でもいいので投稿していただけると嬉しいなと思ってます。バイバーイ。バイバーイ。自己分析ならマジキャリ。年間相談件数1万件の実績からあなたのキャリアプランを一から作ります。転職成功までコミット。転職するか迷っていても OK です。無料相談枠には限りがありますのでお早めにお申し込みください。詳しくは概要欄から。